インフルエンザの季節的な流行。青は11から4月、赤は4から11月、黄色は1年中。CDCPSY、カテゴリーインフルエンザの流行は、過去140年間で5回のパンデミックが発生しており、1918年のパンデミックが最も深刻であった。スペイン風邪では、世界で5000万から1億人の死者を出したと推定されている。 最近の2009年新型インフルエンザの世界的流行では100万人弱の死者が出ているが、これは比較的軽度と考えられている。パンデミックは不規則に発生する。世界保健機関はある新型のウイルスが最初の数人に感染し、それが世界中に移動するプロセスを6つのステージに分類している。 これは主に動物に感染するウイルスから始まり、それが動物から人に感染するものであった場合、ウイルスが人同士で直接広がり始め、最後には新型ウイルスによる感染が世界中に広がるパンデミックとなるというステップである。風は世界的流行の警戒水準を以下に定めている。CDC はインフルエンザパンデミック重度指数を作成し、 以下のカテゴリー分けが行われている。スペイン風邪の患者でごった返すアメリカ軍の野戦病院長インフルエンザの一種と考えられる。スペイン風邪は1918年、アメリカ合衆国の兵士の間で流行し始め、人類が遭遇した最初のインフルエンザの大流行となり、感染者は6億人、死者は最終的には4000万人から5000万人に及んだ。 当時の世界人口は12億人程度と推定されるため全人類の半数もの人々がスペイン風邪に感染したことになるこの値は感染症のみならず戦争や災害などすべての人の死因の中でも最も多くの人を短期間で死に至らしめた記録的なものである死者数は第一次世界大戦の死者をはるかに上回り日本では 当時の人口5500万人に対し39万人が死亡、アメリカでは50万人が死亡した。詩人ギオム・アポリネール、社会学者、マックス・ベイバー、画家エゴン・シーレ、劇作家、エドモン・ロスタン、作曲家、チャールズ・ヒューバート・パリー、革命家、ヤーコフ・スベルドロフ、音楽家、チャールズ・トム・リンソン・グリフスが亡くなっており、日本でも、元内務大臣の末松県庁、 東京駅の設計を担当した、辰野金吾、劇作家の島村宝月、大山岩尾人の山川捨松、皇族の武田宮高級王、軍人の西郷虎太郎などの著名人が、スペイン風邪で亡くなっている。国史病以来の歴史的薬病で、インフルエンザに対する免疫が弱い南方の島々では、島民がほぼ全滅するケースもあった。 1918年のシアトル警察全員、マスクをしている。流行の第1波は、1918年3月に、米国シカゴ付近で最初の流行があり、アメリカ軍の第一次世界大戦参戦とともに、大西洋を渡って、5月から6月にかけてヨーロッパで流行したものである。第2波は1918年秋に、ほぼ世界中で同時に起こり、 病原性がさらに強まって、重症な合併症を起こし死者が急増した。第三波は1919 19年春から秋にかけてで、やはり世界的に流行した。日本では、この第三波が一番被害が大きかった。インフルエンザウイルスの病原性については、1931年にアメリカのリチャード・ショープが豚に起こるインフルエンザが、プファイファーの発見したインフルエンザ菌と、 ウイルスとの混合感染によって起こることを確認し、1933年にイギリスのウィルソン・スミスとクリストファー・アンドリュースたちが患者からインフルエンザウイルスを分離し、フェレットを用いた実験によって証明して、病原体論争は収まった。さらに、スペイン風邪の病原体の正体は、アラスカの凍土から1997年8月に発掘された4遺体から採取された、 肺組織検体からやがて、ウイルスゲノムが分離されたことによって、ようやく明らかとなった。これにより、H1N1 アケーであったことと、鳥インフルエンザウイルスに由来するものであった、可能性が高いことが証明された。つまり、スペイン風邪は、それまで人に感染しなかった、鳥インフルエンザウイルスが突然変異し、受容体が人に感染する形に変化するようになった。 ことが原因と考えられる。したがって、当時の人々にとっては全く新しい感染症であり、スペイン風邪に対する免疫を持った人が極めて稀であったことが、この大流行の原因だと考えられるようになったのである。スペイン風邪における主な死因は二次性の細菌性、肺炎であったと言われる。なお、アメリカ発であるにもかかわらず、スペイン風邪と呼ばれたのは、当時は、 第一次世界大戦中であり、世界各国、各地域で諸情報が検閲を受けていたのに対し、スペインは中立国であったため、主要な情報源がスペイン発となったためである。一説には、スペイン風邪の大流行により、第一次世界大戦終結が早まったとも言われている。20世紀の100年間でインフルエンザのパンデミックは3度あった。常日のスペイン風邪。 H2N にアケウイルスによる1957年のアジア風邪、H3N にアケによる1968年の香港風邪である。アジア風邪では世界で200万人もの人々が死亡した。1957年の冬、中国の奇襲に発生し、中国全土に広がった。中国の科学者は病原体の分離に成功したが、当時中国が 風のインフルエンザ関係機関に加わっていなかったため、その情報が他の諸国に伝えられたのは流行から2ヶ月も経過してからであった。この間アフリカや中南米に拡大し、欧米では夏にはあまり広がらなかったが秋に入り、世界的に流行した。日本での感染者は届け出のあったものだけで983,105人、死者は7,735人に上る。 香港風邪では世界で100万人が死亡し、日本の死者は2200人以上である。H3N にアケに属する新型ウイルスであった。同時に H2N にアケのものは姿を消した。現在の季節性インフルエンザの原因の一つである。その後、1977年にはソ連風邪がエンデミックとなった。これまでパンデミックを起こしたインフルエンザウイルスは、 いずれも鳥類に由来するものであり、しかも弱毒性のものであった。今後、発生が心配されているのは、H5N1 夜系の強毒性のものである。世界保健機関の李性薫元事務局長は、もはや、新型インフルエンザが起こる、可能性を議論する時期ではなく、時間の問題であると述べており、2005年、アメリカのジョージ・ W ・ブッシュ大統領は、 新型インフルエンザ対策を優先度の高い国家戦略とすると表明し、国際的な協力体制の構築を各国に呼びかけた。21世紀に入り、2009年には新型インフルエンザの世界的流行があった。当初はメキシコ及びアメリカ合衆国での局地的流行であったが、2009年春頃から2010年3月にかけ、A 型、 H1N1 夜系のインフルエンザウイルスによる物体インフルエンザとして世界的に流行した。フーは2009年4月27日にフェーズ4を、2日後の4月29日にはフェーズ5を、6月11日にはフェーズ6を宣言した。これは21世紀に入って人類が経験するインフルエンザパンデミックの最初の事例となった。 日本では感染症予防法第6条第7項第1号において、新たに人から人に伝染する能力を有することとなったウイルスを病原体とするインフルエンザと規定され、新型インフルエンザと命名されている。ありがとうございます。